こんにちは。身分の証明と、皆さん見ないお顔。どうしたんですか？すみません、これが二人の上陸手続きの書類。おい君たちがどう対応するのか少し気になったんだ。悪い、そうです。これからど音楽観察だ。ここは上陸の可否を調べ、稲妻では外国か。この言葉からもわかると思うけど、たとえそれが異邦人居留地のあるこのじゃあ行こう。これらの規則のほとんどは離島をずっと管理してきた勘定奉行によって定められたものなんだ。勘定奉行？稲妻三奉行の一つで、主に国家の財産を管理したり国に利益をもたらしたりするのを責務としている。あれ、聞いたことなかったかな。すでに。そうだ。はい、では手続き料の200万。手続きだけで200万もするのか。はい、お一人100万ですの。いや、間違いあら、トーマさんのお連れ様でした。本当に感謝するよ。でも俺そんなに。わかりました、それで手を打ちましょう。いへへ、ま、音楽観察では手続き、もしそいつからカップ。そう、ああ、外国の商人ができる。これが離島にある外国人が自分。そうだ、商売の道と。なんかそれが君たちの。ライデン将軍は唯一、この世の出会いは。わかった、率直に言おう。本当か？持てる全ての権力というのもた。お前もかお、それどころか全ての人が幸せ。かっこよく言ってるけど、オイラにはわ。おっと、なんだ。状況を説明しよう。最近は紹介の会。おかしいな、なんで僕の通行証が使えないんだ。いざ。おや、万国商会に助けを求めに来た。それならよかったです。最近困ってること。鎖国令って。問題の根源は実際に我々勘定奉行に。はい、一番ひどい昇格。その法令が出されるまで最終的に皆さん。しかし、そして最お詳しいんですね。そのような悪循環が続いた結果、勘定奉行と雷鳴とど、はあ、そんな。お前はどう思う。でも。はい、それを踏ま、あの書以前は彼と。おお、彼を探すなら。わかった。今だな。
行こう。すまない、このことについてはもう少し考えさせて。おや、見ない顔だが、言えよ。何しに来た？あっち行った。企業秘密だ、わかるか？ひどい態度だな。買うかどうかも決めてないのに。あいつらには関係。なんでだよ。言った言った、クリスのやつ。どうしよう、そうだな。いいさ。モンドの美味しいお酒ならぜひエーリングブリーズへ。し、行こう。し、おや、もうか。うーん、それが。あ、いいよ。でき、来たばかりの慣れない地で。あいつの子、以前は砂浜で貝殻を拾、万国商会を抜けた。え、彼の髪の色と目の色には、そう、鎖国によって。そうだ、もともとだから。それはいい。え、んどうやら。行こう。いいさ。よっ、行こう。何しに来たんだ。確かに俺は暇だが。あ、何を言って。モンド、懐かしい。感情を揺さぶ。あ、いいから目をつぶれって。波の音か。あ、リーユエコー上等だ。はあ、これはもういい。万国商会、俺はいつもそんな時。じゃあどう。あいつら心が、少しの利益と約束だけでいいだろう。大丈夫なのか。だが俺は臆病な。だから早く税金徴収、奴らが商人たち、そして商人たちが入手。そんな、俺は奴らの操り人形になって。そういえばついさっき、よし、やつだ。行くぞ。出てこい。とっくに気づいてるぜ。誰だ、なぜ俺の後をつけてきた。まずい、見つかっちゃったぞ。いいさ。やつだ、金次郎だ。行くぞ。今だな。どちらを選ぶか、どうせ人も来ないことでしょうから。外国人の皆様、何かトラブルがございましたら試してみてはいかがですか。万国商会までお越しください。 10% オフですよ。
よ、リョーコ、調子はどうだ？おかげさまで。あいつ、どんどん離れてくぞ。早く追いかけよう。ええ、まだ払ってないやつは、そうだな。万国商会の奴らをもっとしばいておくべきか。あいつ、どんどん離れてくぞ。ああ、今なんか聞こえたような。静かに、見つかっちゃうぞ。俺の聞き間違いか。おっと、長いしすぎた。あいつ、どんどん離れてくぞ。早く追いかけよう。あいつどこに行ったんだ？さっきまで近くにいたのに急にいなくなった。もう少し気をつけないと。やつだ。行くぞ。よ、リョーコ、調子はどうだ？おかげさまで。よければ座っていって。ああ、ちょうど今稼ぎがいいんだ。そう、税金の徴収お疲れ様。ええ、まだ近い、見つかっちゃうぞ。あいつ、どんどん離れてくぞ。早く追いかけよう。ああ、あいつどこに行ったんだ？ Guys, sekian dulu untuk video kali ini. Dan kalau suka dengan video ini, silakan klik like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.